残り11試合になりました。 J3 リーグいよいよ終盤戦に突入です。2020明治安田生命 J3 リーグ第24節 YCC 横浜対岩手グルージャ盛岡の一戦です。それではメンバーご紹介してまいります。ゴールキーパー大内、ディフェンスライン右に大泉、センターバック秋葉と吉野、左には西山です。中盤中央に土立て、その脇に岩尾と佐藤、トップ下久しぶりの柳先発です。前線は宮本と音泉、アウェーの岩手グルージャ盛岡、ゴールキーパーは土井、スリーバックは4番牟田、3番藤井、8番の脇本、今日は右のウィング宮市ではなく有永です。ダブルボランチ小谷と石井、左には中村、ツーシャドウ49番中野、6番のモレラと11番のブレンネルが前線で待ち構えます。秋葉、右には大泉、中野、ブレンネル、ちょっと遅れたか、折り返したボールにアサイド、先制岩手グルージャ盛岡、6番のモレラトがいいところに入り込んでいきました。まだ立ち上がり7分です。いい位置でマイボールにして、ここ少しブレンデル遅れたかなと思いましたけれども、よくつなぎました。有永、ブレンデル、中村、中村ダイレクトの折り返し、石井のシュート、本当に積極的にゴールを狙ってきます。ヘディングは宮本、ここには岩手藤井です。8番の脇本、脇本縦につけてくる、ちょっと狙っていた柳、柳が宮本へ、宮本自分で前を向く、外側を回る柳、しかし自分で打ってきました。そしてシュートは27分、 YCC 横浜追いついた、粘った音泉、リプレイです。柳がボールダッシュして宮本へ、宮本強引にシュートを打って、相手に当たったボールが音泉の前に落ちてきました。宮尾がつないで、音泉だ、音泉のシュートは右だ、後半フォローの風に背中を押されて攻撃をする形になります。モレラとだ、モレラと折り返していく、来た、追加点、49番の中野、中野正臣、後半の立ち上がり1分、スコア1対2、中野が決めました。中野はこの8月に岩手にやってきました。岩手にやってきての嬉しい初ゴール。もう一度6番のモレラと、左に中村、中村、中野、前向いて、中村だ、中村、大内が抑えた、そして笛、中野がターンしてスルーパス、中村のシュートを大内がブロック。 YCC 横浜交代するのは15番のピーダーセン、ドダテ、狭いところを通してタバディエゴ、今度は上村、上村が折り返していく、正面のボールヘディング来た、85分、 YCC 横浜ピーダーセン4、同点ゴールは頭で叩き込みました。YCC 横浜は前線20番のタバ・ディエゴが残っています。中間位置にオニエゴ地区、さあどうだ、ヘディングはどうだ、競り勝ったか、わずかに左、
さあアディショナルタイム4分、もう今90分です。90分を回っている。オニエと宮本、さあピダセシュートはゴールキーパーの正面。タバディエゴシュートが大きく外れたところでタイムアップのホイッスル。2度リードしながら岩手グルージャン盛岡2度追いつかれました。 YSCC 横浜劣勢を跳ねのけて2度追いついての同点劇、勝ち点1をもぎ取りました。